はい、こんにちは。今回はケントリアという漫画を取り上げます。ベルセルクじゃないんかって声も聞こえそうですが、違うんですよ。ベルセルクに似すぎと話題で、かつ今ジャンププラス看板漫画になりかけてるんですよ。今回はケントリアのベルセルクと関連する読者の反応やベルセルクとの類似点を考察していきます。どうしてもネタバレは含んでしまうので、漫画を楽しみたい方は読んだから戻ってきてください。それでは行きましょう。ケントリアは今年4月4日からジャンププラスで連載がスタートしました。作者は倉森徹先生で、なんと担当編集者はスパイファミリーやチェーンソーマンを手掛けたリンさんです。やばいですよね、期待の超新星。今7話まで連載されてて、面白くなってきてるのと同時に、コメント欄や X でベルセルクに似てるって声がめっちゃ多いんですよ。似てる要素としてまず分かりやすいのはビジュアル。ベルセルクと時代背景は同じく中世ヨーロッパ。そこに生きる人の服装や住居、建築、海や山などの細かい自然を緻密に描いていて、リアリティがあってこの世界観に没入していきます。外国の風土や習俗を資料をもとに作り上げるのは相当に骨が折れると思うんですが、すごいですよね。また奴隷の扱いと、その容赦ない現実的な背景や暗い世界観、そして人知を超えたグロテスクな怪物がケントリアに登場します。そのデザインがまたいいんですよ。まあベルセルクファンは歓喜すると思います。すでに何体か登場していますが、どれもいい意味で気持ち悪く、不快感を感じるビジュアルばかりで、作者のこだわりが伝わってきます。ちょっと今回漫画コマは載せれないので、気になる人はぜひ読んできてください。1話に出てくるタコを模した海の神や、7話目に現れる顔がいくつもある盲目の狼など、どれもベルセルクにおける使徒のような不気味さに絶望感がみなぎっています。実際このような感想を結構見ました。またまさにその使徒のようなデザインにこんな意見も。それこそ倉森先生は恐怖演出が上手い作家さんに見えます。理解が追いつかない奇怪な存在を湿った空気感で堂々と生々しく描いています。三浦先生も恐怖表現はピカイチでしたし、元々の作家性が似通っているのかもしれませんね。共通点はまだまだあります。ケントリア7話目で巨大な木に息絶えた人間の体が吊るされている絵と、そこから出てくる異形の怪物、これ見て僕はあの光景を思い出しました。ガッツの生まれた場所ですね。状況は違えど酷似しています。また2話で主人公ユリアの前に奇怪な魚の群れが現れ、水面から覗く無数の顔に食わせろと声を荒げられる光景は、フェムと誕生の食に大地を覆った人の顔やガッツを取り巻く闇の霊をイメージしました。これ見たベルセルクファンの皆さんどう思いました？意図せずこうも紐つきますかね。もはやベルセルクリスペクトだなと僕は思っています。小回りもスムーズで読みやすく、主人公のアクションを見開きの絵で大胆に見せる緩急ある演出も最高です。そして話は第1話に戻るんですが、読者をケントリアの世界に巻き込んだ最初の事件がまた興味深いです。ベルセルクといえば何を思い浮かべますかね。ライトなファンはでかい剣を持った主人公に目が行くと思うんですが、まあ読んだことある人はベルセルクといえばショックだと思うんですよね。ウルシスが鷹の団全員の命を捧げたあの契約。実はケントリアの主人公ユリアンは1話目で海の神と契約を交わします。祝福と表現されてますが、ベルセルクにかなり近いニュアンスを感じます。というのも、力を手にする代わりに2つの条件が提示されていて、1つ目が大量の魂を捧げること、2つ目は誠の愛を失うこと。船内の同じ奴隷仲間が失われたことで1つ目は果たされますが、問題は2つ目です。つながりを深めたはずの娼婦ミラは腹を裂き、子供をユリアに託すと自ら海に飛び込み命を捧げました。海の怪物は言います。絶望から力は生まれる。これグリフィスのアナザーストーリーかなって思えるぐらい、もうベルセルク感すごいんですよね。なんならユリアンちょっとグリフィス感あるし、あの海の神、僕はスランっぽさを感じました。古めかしい言い回しはボイドですよね。強い感情や欲望が人に大きな力を与える。ベルセルクでもゴッドハンドヤシと強戦士の甲冑などを通して描かれる重要なテーマです。ただガッツやグリフィスを突き動かしていたのは憎しみや欲望、嫉妬や支配欲などどっか後ろぐらい錯綜した思いばかり。その一方、現時点のケントリアで描かれるのは人の良心や前向きな強さです。命を無駄にしないというリアンの発言はジャンプの主人公らしくまっすぐで素直にかっこいいです。コメントでも言われているように、ここがベルセルクとは似て非なる部分ですね。この海の神との契約で彼が手にしたものは奴隷仲間100人分の命と力でした。半分人間、半分怪物みたいな設定です。ただ今回の動画で踏み込もうと思うのは、ユリアンが交わした海との契約とコメントの中で見られたクトゥルフ神話とのつながりです。
まず簡単にクトゥルフ神話を整理します。アメリカの作家であるラブクラフトのホラー小説を土台に、後続の作家たちが彼の作品世界をさらに深く、より拡張して生み出されたのがクトゥルフ神話です。地球を支配する太古の神々が宇宙から襲来し、人間に宇宙的規模の恐怖を与えるというモチーフで、数多くの作品があります。ここでケントリアとの共通点を挙げます。クトゥルフ神話といえば、海の生物を元にした怪物が頻繁に登場します。魚の顔をした人間やタコ足を持った神など、それこそ海はクトゥルフと切り離せないモチーフなんですよ。実際イリアンに力を与えた海の神はタコ足を持っていますし、別れ際には今後海がお前に牙を剥くことはないという会話もされています。海そのものとの契約という面は今後作品が描かれていく重要な要素になると予想します。現在最新話で描かれている場面は森、森の神王は未知、人知及ばぬ神域、神と精霊の住む世界だというセリフがありますが、森や海との契約、これら人と自然との壮大な関係こそケントリアの土台となって深く追求されていくんじゃないでしょうか。もちろんクトゥルフ神話はベルセルクにも大きな影響を与えています。直接的な影響というよりも抽象的な恐怖や死と日常が侵食されていく感覚や狂気に陥る人間など、その世界観の表現がやっぱ天才です。少なくともケントリアとベルセルクの両作品は、すでに読者も感じ取っているように相互によく似た面や共有可能な作品内精神を持っていると思います。まだまだ始まったばかりですが、これも先が楽しみです。ということで今回はケントリアのベルセルクに関するコメントを取り上げながら、ベルセルクとの共通点を深掘りしました。ベルセルクファンの皆様にもぜひ読んでほしいし、ケントリアから来た方にもさらなる絶望を味わえるベルセルクをぜひ読んでほしいです。今回ケントリアを扱った理由の一つなんですが、ケントリアからベルセルクを知ってこのチャンネルに来た人っていますか？コメント欄にこれ固定しておくので、よかったらいいねをしてほしいんですけど、というのも最近なぜかこのチャンネルが右肩上がりに伸びていて、伸び始めた頃にイベントがあったわけでも、最新話が公開されたわけでもなかったので理由がわからなかったんですが、ケントリアから来てるなら時期的にも可能性あるなと思ってます。しかし最近のジャンプ漫画って残酷な作品が人気だったりするので、うつ展開やグロテスクなビジュアルが世間的に受け入れやすくなってるかもしれませんね。ダークファンタジー好きな僕には嬉しいです。ちなみに倉森先生、気になって過去に出した読み切りをいくつか読んだんですが、すごく良かったです。個人的には不朽のミザールが好きですね。読んだ後に残る余韻がいい、そして人の心理描写がうまいんですよね。そしてこの漫画、すでに海外でも評価され出してるんですよ。海外だとベルセルクもそうですが、ダークファンタジーって受けがいいですよね。これはケントリア、さらなる期待を寄せてしまいます。皆さんのケントリアの考察や感想、ベルセルクとの共通点、気づいた点もコメント欄でお待ちしてます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。